最新257話イサギの進化が止まらない衝撃の新技でゴール炸裂についてみんなの反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。素直にゴール決めるんやな。ここで逆張りして引き伸ばすほどあれではなかったか。まだ1戦目でこんなにあって大丈夫かよ。イサギでもここは逆張りしなくてよかった。ゴールシーンだけ見れたけどイサギに合わねえシュートやな。ゴール前でリンに塗りされてカイザーにクソを邪魔します PART 違反されたけど二人の読みを逆に読み切ってシュート決めた。カイザーはもういいんだけどサリンは一体どうしたんだよ。二人ともいつも通りやん。イサギ国神カイザーが 1G ずつだとするともうイサギゴールないんか。国神アシストのイサギゴール。国神ゴールないんじゃね。もう十分活躍したろ。これ今までのダイレクトと何が違うの？左で打つと見せかけて右で打ったのか？必殺技海岸かこの後、セイラやイガグリの活躍があると思うともうわかんねえな。空中早打ちボレーだな。国神よりも両足うまく使ってるのおもろい。初見とはいえ、リンとカイザーが捉えられない速度で打った空中ボレーシュートだから、普通にすげえ必殺技だわ。イサギ 2G カイザー 1G はイタリア戦と一緒だからイサギ国神カイザー1がイサギ 2G 国神 1G な気がするな。もしかしてこの試合リンが不発に終わってリンとの連動で動いてる七瀬と機密が落ちるんじゃね。イサギハットトリックあるだろ。これリンやバローはやったんだから。リフティングの足技みたいなのは左フェイクに使って右で打ったのか人外地見てきたな。ナギのフェイクボレーをダイレクトでめっちゃ早く打ったってこと？珍しくちゃんと決めたウイサギが最低にゴールかハットでしょ。じゃないと得点ランク上位を打ち入れなくなるから。カイザーの隠し玉がどうなるかと国神次第かハットになるかはリンとカイザーで予想してるウイサギのプレイが違うの面白いな。どっちも不正解だったけど格闘技の二段蹴りみたいな原理かねえ。ていうか左足でフェイク入れて左足地面につかない間に右でダイレクトシュートとか普通に頭おかしいな。こうやってみるとやっぱイサギの成長にはノアの対立容認方式で合ってたような。カイザーが邪魔するからこそそれを乗り越えようとイサギが成長できてる。イサギに先に点決められたからこそここからリンとリンシステムの時密七瀬のターンの可能性すらある。リンが来るのは予想できたが今回でゴール決めるのが一番意外だったわ。一人時間差ダイレクトボレーってことでいいのか。イサギマジでハットある。左フェイク右トラック左シュートカイザーの読みを左フェイク右ダイレクトって打ってるから空中に段蹴りしているわけじゃないと思う。打った後は左足着地してるし接地はしてると思うがボール落下速度を考えるとなんかおかしい気はするな。細けいことはいいんだよ。珍しく無駄に引き伸ばさずゴール見せてくれただけで大満足やわ。まあそういうことだよな。次回が合体発明新世紀だからそこら辺も解説してくれそうかな。でも1点目イサギは本当に予想外だわ。なんか試合に勝ったかと思わせるようなゴールだな。この試合まだ先があるのか？そう、この後この演出を超えるイサギのシュート無理じゃね？ナギの技やんけ。ナギのジャグリングシュートに似てるよな。まあこっちはシュートモーションからフェイク入れてるから余計むずい気がするけど。ああよく見たら一発目トラップじゃないからナギと違う技か？ナギのより高度。イサギが鬼面の回復苦味も日和のパスによく反応できたな。早打ちとか言ってカイザーインパクトみたいなこと始めやがった。もう唯一無二みたいな能力は存在しなくてイサギなら何でもコピー可能なんだな。カービィか。カイザーもリンもバロー化してて笑う。もうフィジカル平凡テクニック平凡とか過去の話だな。全てにおいて超高水準も明かりにも世界一目指してるやつが平凡とかありえないしな。この漫画フィジカルに関してはメタビで解決可能だし人いないところに行けば15歳でも入っていける。特等席で見れたお二人。来週のタイトルは？合体発明新兵器。合体と発明はわからんがカイザー新兵器来るか。イサギまで曲芸やり始めたら再現性とか作者のさじ加減だ。再現性の話されたのナギ以外いなくね。発明と新兵器はわかるけど合体ってなんだ。左と右のピースがガッチンコしてるからそれじゃない完全にタクかけられるようになったと。カイザーじゃなくてイサギが新兵器使い出したの受ける。イサギハットトリックありそうだな。伏線回収なしとかもありそう。追い詰められたら進化するタイプだなイサギ。イサギが最初に決めるのは誰も予想できんかったな。国神にステーキの狩りを思い出させてパスさせるなんてイサギは計算高い。国神 G イサギ A イサギ G 国神 A のどっちかで読んでたけど前者の方が可能性高いと思ってた。パスありきとかじゃなくて紛れもなくイサギのゴールって感じでよかったよ。ただこんなに早くリンとカイザー封じて決めるとは思わなかったわ。これリン無得点あるんじゃない？それでイサギが3点取ったらランキング1位やるな。
このキューバでトラップなんぞ悠長なことせずに技だけ吸収して対策になるっつう一見フェイクボレー風味だけどトラップとダイレクトの特技性質上必ず先んじるイサギノが上かな。というか本来その性質度外視して足の振りで間に合うというのがカイザーの性質かと思ってたがあいつシュート全振りなのか？トラップ待ちしちゃあかんやろ。イサギハットでまさかのカイザー超えとかあるんかな？もうこれ明らかにナギ超えてるやん。ナギはとっくに都市棒で超えてんだろ。イサギ強すぎてネオエゴで終わるんかて一瞬思ったわ。以前ナギのプレイだと騒がれた未調の神プレイにナギのフェイクボレーより今回のイサギのプレイの方が近いな。まあこっからしばらく空いてたあんなのがお約束なわけだが。カイザー敵みたいな扱いだけど一応味方だから左手フェイクでリンをかわした時点で点入るのは確定なんだ。今回のイサギの武器でナギの脱落説も大きくなったような気がする。ナギの立つ瀬がないないやもう11ケツですらイサギ神の前にはかませでしかない。いよいよイサギゴール前が化け物染みてきたな向かい合って用意どんの11は相変わらず弱いんだろうし、ロレンツォレベルのディフェンダーにガチガチのマンマーク疲れるときつそうではあるけど完全にトップ層には入った感ある。結局フィールド支配してるイサギだけ見せるイサギ狩りスタイルが最適解なのがバロちゃん以外にもバレてしまったか。イサギ狩りをプレイスタイルにすな。素直に点決めたのはいいけどイカれてるとか完全に想定外を使いすぎでなんか安っぽいな。いつもゴール前で誰かが来たら想定外だって焦ってるよないい加減わかるだろ。いよいよイサギのフィジカル弱いはキャラ変してきたか言うてもナギに似た必殺技2戦でもええのにナギはやっぱ脱落濃厚なんだろうか。生き残ってもイサギと被るというのはやばいよな。あとはカイザー、イサギ2本目で終わりかな。YouTube でナギの技再現みたいなの流行ってたけど今回のイサギのゴールはそういう雰囲気あるな。余一読みから外れたシチュになってもアドリブで対応ってもう完全にワールドクラスじゃんハットトリック見えたわ。まあちゃんとした描写なく加速度的に成長してるから仕方ないんじゃね。努力パートすっ飛ばしてるからイサギが伸びたってよりイサギが定位置で周りが落ちてきたようにも見えなくはない。しかし、カイザーとイサギはまた遊んでるんか。カイザー×イサギの最高×最高でロキに一矢報いるのが見たいニャがこの試合で見れますか？イサギが主人公だから仕方ないって部分も多いだろうけど、主人公上げすぎててつまらんくなったと思うのは俺だけ？ U20 がピークだった気がする。ジャイアントキリングが面白かったところがあるから、イサギ自身がジャイアントになっちゃうとなんか違くねって感じる部分はある。元からジャイアントキリング詐欺で無双しっぱなしじゃね本当に最初の頃と臨初戦くらいだろ。ゴールしか見てないイサギとイサギしか見てないカイザーとリンどっちが正しいかわかるわな。年俸トップ争いしてんのにいつまでイサギを弱者側だと思ってるんだよ。イサギにアドリブは求めてないんだよな。伏線張って進化して欲しかったわ。それはわかる。こんな土壇場でスーパープレイを考えて出すなんてノエルノアでも無理そうだなイサギ、お前が世界一だ。カイザーもリンもイサギしか見てないからフェイクに引っかかったのかな。正直最近はイサギが強くなりすぎでつまんねえよカイザーとか初登場時と比べて格落ちしすぎだしもう U20 ダブルハイとか余裕で優勝できるレベルやん。これで次にイサギを圧倒する強い海外のライバルキャラが出てきたら笑うけど。この賞をどうしたいのかわからないぐらいイサギ強くて笑った。イサギハットになる予感。本命イサギ国神カイザー 1G 対抗イサギ 2G 国神 1G 穴イサギハットトリック大穴国神 2G イサギ 1G。こんな感じで予想かなイサギ 2G カイザー 1G はイタリア戦と一緒だからやらなそうだと思ってる。イサギがハットトリック取れたらリンにもカイザーにも勝った感あるな MVP だし年俸カイザー超えたりして。イサギって設定も活躍も天才枠なのに凡人だけど天才たちに頭脳で立ち向かうキャラみたいなイメージついたの失敗だった気がするわ。そもそもイサギにフィジカル弱設定をつけたのが間違いな気がする頭脳で勝つは作者のアイディアが枯渇して無理になったし急に未調並みのアドリブシュート決めたらフィジカル急に上がったようにしか見えん。イサギのモデルになったインザーギがフィジカル弱い選手だったから設定が展開によりブレているのがわかる。想定外だ。既存の手札じゃ積んでるなら進化しろ今すぐこの状況に適応しろこれですぐに必殺技出せるの強すぎんか。やっぱもう若手最強ハイサギさんですわ。ダイレクトシュートだけで世界一は無理だろって感じだったから今回は技増えて個人的に良かった。イサギがハットトリック決めれば 5.4 アシストで文句なし MVP だな。皆さんどう思いましたか？感想コメントお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。